ちは。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、どうぞお願いします。いやー、始まったね。はい。2024年開幕、いよいよ ね、もうね、あの天候もね、はい、ちょっと関東の方今日午前中とか大荒れだったんですけど、まあ、そうだな、なんとか持ち直し、開幕を祝うように晴れましたけどね。そしてめちゃめちゃ暖かかったですよ、はいはい、ね, ね、今シーズンの乾杯はちいちゃんということでね、はい、はい、今回はね、ちょっとこ の、まあね、ミニ凝縮版で、はい、今回はお送りします、ね、そして豊さん、はい、もうなんかね、開幕なので清掃ですか。いや、まあ、それはもうスーツでしょう ね、 ね、最初で最後かもしれないけど、いやいや、そうかもわからないけどでも、あの、うん、待ちに待ったっていうかね、いや、ほんとね、本当にあの開幕、もう野球選手の正月が来たと言ってもいいぐらいね。豊さん、別にね、あの試合に出ないのに、そわそわしてましたよ。いや、まあ、ちょっとやっぱそわそわするね、ちょっとね、あ、うん、でも、各試合をちょっとね、いろいろ振り返ってみたいと思うけど、はい、今日もね、セパ全6試合ね、はい、ありましたね、無事行われましたので、まあ、各球場で接戦が行われたけども、うん、そうですね、もうなんかいろいろね、注目してたことって、まあ、選手もそうですけど、まあそうだね、うん、チームのこともいろいろあるので、まずは結果からね、はい、見ていきましょう。まずはセリーグから、はい、はい、こうなってます。はい、ね、これね、ヤクルト中日はヤクルトが7対4で勝ちました、はい、巨人阪神は巨人が4対0で勝ちました、はい、DeNA 対広島は DeNA が4対3で勝ちました、はい、これね、一応全部ホームのチームが勝ったということですかね。そうだな、セ・リーグはホームのチームが全部勝ったということで、はい、まあ、ヤクルトと中日、うん、7対4、最初はね、すごく中日がいい立ち上がりしたんだよね。いや、今年はちょっと違うなってね、まあ、そうだね、ね、周平が打って、うん、まあ、さすがにあのオープン戦から、状態が良くて、うん、ライバルの石川に競り勝ってね、はい、まあ、それでスタートを勝ち取ったわけだけども、うん、まあ、先制点を取る、ね、先発は柳投手とサイズニード投手ということで、まあ、そうだね、始まりましたけれども、はい、で中田翔もホームランを打つということで、うん、で3対2で勝ってたんだよね。そうですね、7回までは勝ってますね。まあそうだ ね、 そうですね。いや、だから、まあ、7回までいったら中日の勝ちパターンで、うん、やっぱり逃げないかんのやけども、だからなかなかやっぱそうはさせてくれないのが、まあ、このヒーローである塩見と西川という、ね、この1、2番というのはやっぱ今年のセ・リーグの目玉になるよ。もうこの開幕の試合でそんな感じしましたか。いや、もうずっとやっぱね、2人ともね、実力あるし、うん、打てるし、走れるし、うん、守れるというね、うん、まあ、3拍子揃ってるのが 1,2 番を組んでるし、非常に嫌だということだよね。で、逆転劇になったのは、はい、やっぱ走塁ということが一つのキーポイントがあって、立岡のね、ちょっとバッテリーミスから、うん、ホームに突っ込んでったプレーとか、うん、ダイソーの、まあ、並木がね、はい、浅いガイアフライでタッチアップするとか、うん、やっぱなんかこうヤクルトは武器として走塁で勝ったような、うんうん、まあ、そんな印象があるんだけども、はい、裏を返せばやっぱ中日のね、守りということから言えば、うん、細川がちょっとタッチアップもうちょっと後ろから勢いをつけたら、おそらくね、タッチアップしなかったかもわかんない。うん、なるほど、そんなね、深いフライではなかった。ではなかった、まあ、うん、並木の足だったらね、うん、いや、まあ、間一髪リクエストになったけども、でね、やっぱもったいなかったのはロドリゲス、ショートで使ったけども、はい、うん、やっぱちょっとフライをこう譲るような形で、まあ、落下点に入ってるようで、で外野手がもう任せたっていうような状態のところからちょっと引いちゃったというね、うん、ここら辺はやっぱちょっと中日、守りという面ではすごくもったいなかったな。だから松山が打たれたというよりも、はい、守りにやられたかなという、非常に悔やみきれないような、なんかそんな感じだね。だから柳も非常に良かったし、ね、勝たせてやりたかったなと思うけども、でもヤクルトもやっぱこうね、うん、いろんな武器を使いながら、うん、攻撃をしていったというね、うん、だからまあ7対4、まあ、最後はね、はい、ノーアウト満塁で中田翔のあやホームランというのを西川がね、ジャンプ一番候補したけども、ね、まあ、あれでやっぱ勝利をつかんだかなという、あれが仮に抜けてたらもっと今も試合やってるかもわからないぐらいやっぱもつれたというね、うんうん、まあ、だけど1戦目からね、うん、まあ、お互いの特徴であることも出せたし、うん、まあ、中日から言うと、うん、
まあ、中田翔もね、いいスタート切れたし、ね、で高橋周平も3本かな、うん、打ったしね、だからまあ順調には来てるけど、あとはやっぱ守りだな、うん、もっと声出しせないかも、ね、まあ、中日ね、バッティングね、どうかなっていうところがまあ点取れたから ね、うん、今日も11安打っていう、まあまあそうだ ね、だからまあ負けはしたけども、うん、まあ守りという面をどかしたら、うん、どかししたら、まあまあいいスタートは切れたかなっていうような感じがするよね、はい、もう今年は一味違うチームになってますかね、はい、はい、あとはヤクルトはね、うん、やっぱピッチャーが苦しいと言いながらもやっぱこういろんなことで点を取ってくるというチームで ね、非常に味がある、うん、やっぱり 1,2 番が看板になってくるかなという今年はね、うん、で山田がちょっと心配だけどね、うん、そうですね、ちょっと怪我かなっていうような、うん、まあ明日どうかなっていうようなことはあるけども、ちょっと心配だね。ということで、でヤクルト中日でした。はい。で続いて巨人、はい、阪神、うん、4対0。4対0 ね。巨人が勝ちました。うん、まあ戸郷と青柳が先発だったんだけども、うん、はい、そうです。まあお互い良かったという。そうですね。で、でそれ特に良かったのは戸郷ね。やっぱこうフォークボールも良かったし、まっすぐの走りも良かったし。はい、6回100球、はい、4安打5三振、はい、フォアボール2つという内容でした。はい、で今年も今年はなんか最多勝を取りたいということでね。うん、スタートを切ってるわけだけども、はい、まず今日勝ちが、まあ有言実行できるかなっていうぐらいのやっぱ投球だったよね、はい、で青柳もやっぱベテランらしく、うん、投球もしてたし、青柳も良かったんだよね。良かったです。5回91球、はい、5安打5三振、はい、フォアボール1つという、はい、まあ、その中で梶谷、うん、ね、はい、梶谷大ファインプレー、まずは、はい、開幕スタメンでね、開幕スタメンで、うん、でこれ小童話が、まあ小童話いてもファームスタートっていうことを考えると、うん、やっぱ最初から梶谷を使おうかなっていうような阿部監督のね、頭があったのかなという。なるほど。でやっぱこう梶谷を使ったことによって、うん、今日は勝利してもいいっていうぐらいに、うん、まあファインプレーはあるし、見事なホームランはあるし、もう大活躍だったんだよね、うん、まあ佐々木もルーキーで、うん、まあ、ヒットも打ち、うん、まあ、伊豆口もスタートを切れたという、うん、まあ、三振はしたけどもね、はい、いやだからまあそういう意味では7回から西舘、うん、で中川、はい、まあ、大勢というね、うん、やっぱこう今年どうつないでいくのかなっていうのが、うん、もう初戦からテストができたというか、まあ、テストっていうか実践ができたというか、まあ、実践ができたというね、うん、まあ、そういう意味からするともうピシャッと完封リレーをしたという ね、 ね、うん、それでね去年岡田監督に巨人どうでしたって聞いたら、うん、意外と思ったより動いてこなかったなっていうような話を聞いてたのね。昨シーズンね、はい、で阿部監督やっぱねこの3連戦っていうのは、うん、岡田監督にねインパクトを与えなきゃいけない。やっぱね初戦この3連戦っていうのはものすごく大事な試合だったんだけども、うん、初戦からやっぱりこう動かしたね、いろいろ、うん、でこれっていうのはやっぱ岡田監督の頭の中に非常に焼き付いたと思うし、これはなんか違うぞと、やっぱ違うと思うよね。で細かいこともやるし、うん、やっぱ大胆に攻めるところは攻めるし、いやだからちょっとね、昨シーズンとは全然違うような采配を取ってくるという意味からすると、うん、やっぱバッテリーも嫌だろうし、岡田監督もやっぱり一つ警戒するという。で新人監督は阿部監督だけだからね、うん、セ・リーグの中で、うん、で岡田監督は他の監督っていうのは性格までいろいろ把握してるけども、うん、阿部監督だけは把握できてないんだよね。なるほど。だから警戒してたと思うんだけども、でも初戦すごいいい勝ち方をできた。で動かすことも交代も全てこう上手い具合にいった、うん、これはねやっぱインパクトとすれば4対0だけども4対0以上にインパクトは強かったと思う、うん、またこれが開幕のカードでね当たってるっていうのも、まあそうだ ね、 ね、まあ、それで、まあ、阪神だけどもやっぱちょっと心配なのは、はい、やっぱ打ててないということと、うん、まあ、戸郷も良かったらそう簡単に打てるピッチャーではないけども、はい、やっぱこうなんかオープン戦の時からあんまり打てないことを引きずってるかなという。今日4安打ですか、ね、まあ、そうだね。それとやっぱ大山が、うん、オープン戦最初からあんまり調子が良くなかったんだよね、うん、で途中ちょっと上げたんだけども全体的にやっぱタイミングが合ってないね、うん、だからやっぱり4番が
あこういう状態ではちょっと苦しいかなということと、うん、やっぱ走塁、はい、まあ、梶谷のファインプレーはあったけども一塁ランナーの中野が飛び出してたらいかんな、あれはやっぱゲッツー食らっちゃいかんということだよね、うん、だからまあ阪神はいいとこなく負けたけどもちょっとこういう流れになってるのかなという感じがする。オープン戦から。オープン戦から。うん、でも取り戻すと思うよ。だからまあでも早く取り戻さないとね、うん。傷口が広がらないうちに止めとかないといけないということだよね。うん、そういう意味でもこの開幕のあと3連戦っていうのはすごく大事になってきますね。まあ巨人は手強いなっていうふうに感じたんじゃないですか。そうですね。はい。はい。はい、続いて DeNA 対広島。はい。これ4対3、接戦になりましたけど、なんと栗と東。はい、東がね、あんまり良くなかったね。で、あんまり良くなかったんだけども、まあ、3点取られた後、渡来、ルーキー渡来がやってくれましたよ。もう彼は何でしょうかね。すごいですね。プロ入り初ヒットが同点スリーランというね。今シーズン第1号ということ。まあそうだね。12球団で第1号ということで、はい、ね、まあ、栗の抜けた。おそらく高めのスライダーだと思うけども、はい、それをものの見事にね、ライトスタンドに持っていったけども、プロ初安打がスリーランなんてすごいですね。まあそうだね、なんていうのかな、思い切りがいいわ、やっぱな、踏ん切りもいいし、だからそういう意味では、そのホームランというのも、うん、あやっぱりやったかみたいな感じだったんだけども、うん、まあだけどやっぱ彼の明るさとかね、そういうのはチームを引っ張る上で、まあ、すごく大事なことだし、まあ、1番バッターとしてね今年ずっと出ていくと思うんだけども、まあ、いい選手を取ったなっていうような感じがするよね。なんか DeNA の雰囲気にもすごいマッチしてる感じ、ね、まあそうだね、うん、まあだからこういうことをやってくれると本当にスターカイドまっしぐらというね。まあそんな感じがするよね。ね、だからもったいなかったのはやっぱりね、栗がね、まあ良かっただけに唯一失投かなって思えるようなボールを逃さなかった渡来の方がすごいんだけども、まあ、栗も決して悪いピッチングをしてたわけじゃないから、はい、まあ、ちょっと悔やまれるね。そうですね、栗投手も本当は7回89球8安打7三振取ってますからね。まあそうだね、うん、だから自分がやろうとしてたまっすぐの球威だとか、うん、それに伴ってフォークを落としみたいなね、まあ、そういうことができると、まあ、栗は今年も勝っていけるのかなという感じがするよ。うん、まあ、それとオースティン、はい、ね、戻ってきたけども4打数3安打、はい、やっぱさすが打つね、うん、彼は、ね、やっぱ彼がね打線に入ると厚みは増すわ。ちょっと DeNA ファンからすると少しホッとしたところでしょうかね。まあ、まあそうだね、今年はやってくれるなというね、うん、期待感が膨らんだけども、はい、まあ、だけど牽制でアウトになってはいかんな、あ、ね、大事なところでな、ね、すごいチャンスだったので、ね、まあ、確かに広島のあの牽制も素晴らしくうまかったけども、いや本当に、いやでもアウトになっちゃいかんとこだからな、うん、そこはな、やっぱ打線がいいだけに、ね、だからまあそこら辺はね、細かいことはまだまだ、まあ、開幕戦ということもあって、うん、いろんなミスも出るけども、ね、だけどこれはやっぱ精度を上げていかなきゃいけないよね。ね、はい、まあ、なんとかね、1点差でもうずっと3回に3点ずつ取ってずっと 3-3 できてたところ、8回にね、うん、そうだね、1点で4対3で勝ちましたけど、そうだね、はい、まあ、それと広島の方は小園がね、やっぱさすがにいいバッティングを見せるし、うん、まあ、4番に入った堂林、はい、まあ、しっかり仕事をしてくれるというね、うん、まあ、献身的な仕事もするわけだけども、はい、ホームの利かな。まあ全部ホームが勝ったという ね、まあ、試合だったけども、はい、まあ、ウェンデルケン、ね、8回に登板したけども、うん、三者三振ということで、うん、まあ、非常に広島の勢いをピシャッと止めてるというね、うん、で森原、あ、山崎、安崎じゃないのかなと思ったんだけども、オープン戦でちょっと打たれてた森原を持ってきたんだよね、はい、だけどまあなんとか抑えてね勝利したという。このあたりはまだどういう感じになるか。そうだな、安崎で行くと思ったんだけどね、ここら辺はちょっとわからない、うん、まあ、安崎に何かあったのか、あ、それともちょっとまだ森原でまあ行くのか、ちょっとわからないけども、まあ野球も悪いわけではないからね、うん、まあ今度出てくるとは思うけども、はい、はい、もう一回セリーグおさらいをします。はい、はい、ヤクルトが7対4で勝ちました、はい、巨人4対0で勝ちました、はい、DeNA が4対3で勝ちました、はい、はい、ということで、うん、まあ、セリーグをお伝えしましたけども、明日はどうなるかね、はい、まあ、明日は明日の風が吹くという、まあ、いろんなことがありました。はい、で続きましてパ・リーグ、はい、ね、パ・リーグはちょっと変わってるよね、またセ・リーグとは、
違ってね。はい、これね、はい、全く反対ホームチーム負けちゃいましたね。はい、リスターが全部勝ったというね。そうですね、はい、楽天対西武は1対0で西武が勝ちました、はい、オリックス対ソフトバンクは3対1ソフトバンク、はい、ロッテ日本ハムは、日本ハムが4対1で勝ちました、はいはい、ということで、うん、まず楽天対西武1対0今井、ね、打てないよあれ早いよやっぱずっと言ってましたけど開幕でやっぱりそうでしたか。まあ、今井はね楽天に対して相性もいいんだけども、ね、まあ、だけどねやっぱりまっすぐの勢いだとかスライダーのキレ、まあそういうのを考えるとやっぱなかなか打てないよね。まあ、7回を投げて2安打11奪三振、はい、1つのフォアボールという、うん、で、まあ、フォアボールもなんてもう少し出すピッチャーなんだけども、うん、いやまあ結構制球も良かったし ね、 ねそれはねなかなかやっぱ打てないよ。それに対抗した早川、はい、早川も良かったね。良かったですよね。まあ、コントロールが良かったけども、うん、まあ、惜しかったのは、まあ、外崎褒めるしかないか。ランナーを置いて低めのちょっと変化球なんだけども外野手が前に来てたんだよね、うん、その頭を越されたけども、いや外崎もやっぱこうしぶといなっていう、うん、やっぱ外崎は打線の軸に、まあ、なってくれる選手だなっていうふうに改めて感じたしね、うん、で早川も、7回と3分の2を、うん、6安打8三振1四球というね、はい、まあ、見事なピッチングをしてくれたんだよね、うん、だけどまあ1対0これは攻めれないと思うし、うん、まあさすがにねなんていうの西武のピッチャーいいなという。で甲斐野を抑えに持ってくるかなと思ったら、うん、8回に持っていったんだよね。そうですね、ピシャッといったけどもね、うん、先発も中継ぎもまあ、素晴らしくいいね。あとは西武は外国人アブレイユね、はい、あの抑えに持っていったね、うん、だから抑えは外国人で行くのかなっていう、甲斐野も8回、まあ、8回だったらソフトバンクの時から慣れてるからね、はい、だからアブレイユを抑えに持っていったというね、うん、ただ西武の両外国人のバッターアギラとコルデロ、はい、この2人がね、うん、打ってくれるとやっぱ西武は打線的には楽になってくるね。まあ1対0というね、まあさすがにやっぱ西武のピッチャーだなっていうような試合だったよね。はい、続きましてオリックス対ソフトバンク、はい、ね、3対1、ね、ソフトバンク、ね、ソフトバンクが勝ちました、はい、宮城対、有原、まあ両先発ピッチャーを考えるとさ、うん、やっぱもう接戦になるのはもう分かってるよね。で有原もなんていうのかな、昨年の途中から投げ出して本当に安定してるよね、うん、で宮城は初の開幕投手で、はい、まあ、緊張感もあったんだろうけども、うん、まあだけど自分の色というか味というかね、うん、そういうものはすごく出してくれたかなっていうふうに思うよね、はい、でその中で、うん、やっぱ山川ね、移籍して初めて、うん、ね、ソフトバンクでプレーするけども、はいはい、外のボール、うん、あれをやっぱりね右中間に持っていくっていうのはやっぱ山川しか打てないね、あれやっぱね改めてね山川のパワーの恐ろしさ怖さね、怖さ本当にそれはねすごく感じたそういうホームランでしたか。あ、そういうあれ入っちゃうんだと思った、ね、いやだから素晴らしいね、やっぱこうパフォーマンスというか見せてくれたね、うん、それとねソフトバンクで感じたのは、うん、やっぱ今宮が、はい、やっぱいい味出すな。なるほど、ルーに出てったりだとかさ、うん、まあ、非常にするし、その中で柳田が、はい、まあ、いいバッティングをしてくれるしね、うん、だからそういう意味では非常に、今宮が、うん、なんかこう打線をつないでるなっていうような、うん、まあ、そんな感じがするよ、うん、まあ、今日でもその中軸が、はい、まあ、柳田3の1、うん、山川4の1、うん、4の1だけど1本ホームラン打ってくれたらいいし、うん、やっぱ近藤がさすがの3の2やっぱ率残せる人っていうのは打つなっていうような、ね、まあ、印象だよね、うん、でオリックスの方は、はい、まあ、打線という意味では、うん、あんまりいいところがなかったんだよね、うん、あ、まあそれだけ有原が良かったというね、まあいうことだけども、まあちょっとね宮城で勝てなかった、ね、山本がいない、今年どうなるんだろうなっていうようなね、まあそんなスタートでした。はい、はい、続きまして、うん、ロッテ対日本ハム、はい、ね、4対1、ね、日本ハム、楽
まあ、久しぶりの、ね、開幕戦勝ちなんだよ日本ハムは ね、まあ、5連敗かなんかしてたと思うんだけどやっと止めたというね、はい、で伊藤大海、はい、素晴らしかったね。素晴らしい。で小島もすごかった。ただね伊藤大海は抜くとこがなかった、うん、ずっとね100で投げてた。なるほど。誰に対しても。なるほど。ただね小島はねあの7番から始まる3回、うん、2点取られるけど、うん、水野に対してボール2からまっすぐで取りに行ったんだよね。それを三塁で打たれる、うん、やっぱ下位打線だからって言ってねちょっと舐めたな、うん、その辺がちょっと日本ハム今年は違いますかね。まあ、あのね日本ハムの課題っていうのは下位打線から上位に持っていく、うん、その7、8、9がいかに出塁するかっていうのがすごく、うん、あの課題だったんだけど、うん、水野っていうのが出てきた、うん、奈良間っていうのがフォーボールでつないだ、はい、タミヤが、キャッチャーのね、はい、センター前を打って1点先制したんだよ、うん、だからこの点の取り方はまた上位に戻ってきて、うん、松本、オースティンって続くんだよね。スティーブンソン、スティーブンソンにつながるんだけど、はい、これはねやっぱり下位から上位に回ってきたらすごくいやらしいよ、うん、だからここで松本がバントを決める、ね、スティーブンソンの内野ゴロで内野ゴロゲッツーで1点を追加するとか、うん、で2アウトランナーなし、レイエスが国吉から152キロのまっすぐをホームランする、うん、2アウトから取ってくれたっていうのもでかい、うん、でピッチャーも、うん、伊藤大海からマーフィー、はい、マーフィーも速いな155キロとか連発して、はい、で次金村、うん、金村も良かった。ちょっと田中正義がちょっととっちらかったけど、はい、まあまあなんとか1失点でね、うん、まあ抑えたけども、はい、まあ非常に良かったよね、うんうん、はい、だから日本ハムとしたら、はい、ほぼ完璧なゲームができたかなと、うん、新庄監督のやりたい野球ができたかなということと、でロッテの方は1番に藤岡を入れて、藤岡はやっぱ素晴らしくなってるわ、バッティングが、うん、で2番に外ポランコ、山口、安田とつながるんだけども、はい、まあ、ここら辺がねちょっと重いな、やっぱね仕掛けられない、うん、何にもだからバントもなければもう打つことしかない、うん、だからここら辺はこれハマったら破壊力はあるんだろうけども、うん、なかなかハマるっていう風にはちょっと感じ取れなかったんだよね。だからここら辺はね、なんかスピードのある選手だとか動ける選手を適度にこうかました方が打線的には流れるかなっていう風には思ったね。なるほど。まあ、2番もね、あの指名打者の外選手っていうところからずっとね、こうクリーンアップだっていうことですよね。まあそうだね。だけどね、まあ、ロッテもやっぱこう良かったのは、うん、途中で国吉から横山で繋いだんだよ。横山良かったな。横山良かったし、鈴木、あ、鈴木も2、3進、うん、いや素晴らしかったよ。いやだから、うん、言えば、うん、逆の展開だったら完全に抑えられてると思う。やっぱね中継ぎ勝負になったらいい勝負するわ、うん、だけどやっぱこう点の取り方は日本ハム下位打線からつながったということは、まあ、すごい明日に向けても非常にいい流れになってるなっていうのを感じたね。ね、もう12球団ね、はい、どこものピッチャーもやっぱり開幕ピッチャーだけあって素晴らしかったですね。そうそうそう、本当に三振が目立ったよね、うん、はい、でパリーグのおさらいです。ということでね、はい、まあ今日は西武、あ、楽天対西武は西武が1対0で勝って、はい、オリックス対ソフトバンクはソフトバンク3対1で勝ちました、はい、ロッテ対日本ハムは日本ハムが4対1で勝ちました。はい、はい、それぞれ、今井投手、山川選手、伊藤大海投手が、まあ、ヒーローだね、ヒーローというね、はいはい、活躍されたということで、ね、まあ、全体的にね、プロ野球を今日ね、うん、6試合こうざっと見ていったけども、どうでしたか、もう開幕試合、なんか毎年ね、開幕の日っていうのはいろいろありますけど、いや、やっぱね、いいわ、開幕はいい、ね、うん、で、やっとプロ野球が始まった、そしてね、あのルーキーたちも、うん、ルーキーたちも ね活躍した渡来とか ね、まあ、西舘もいいピッチングしたし、新しいチームにね、まあ、そうだね、行かれた選手たちも活躍して、まあ、そうだね、うん、で期待してる前川だとか、はい、田村とかも試合に出れたしね、うん、だから、まあ、そういう意味ではまた熱い1年がやっと始まったなっていう応援もねオープン戦とはね、ボルテージがね、全然違う。いや、そりゃそうでしょうね。そう、みんな戦闘モード、あのファンの皆さんも一気にスイッチが入るという感じでしょうか ね、まあ、うね。でも12球団見て心配なのはやっぱ阪神かな。
今の状態、今の状態、ね、あんまり良くない、うんうん、だから早く脱出してね、うん、調子を取り戻さないと、うん、ちょっと困りますよという、まあ、どこかのタイミングでね、またね、天気が訪れるんでしょうということでしょうかね、まあ、そうですね、はい、またこの3連戦は3連戦を振り返るで今年もやりますね、私もね、完売のちいちゃんと、ね、腕を振るって入ってもらいますから、ね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、という開幕でした、はい。